のこと、正直で働き者のキコリが森の中の池の近くで木を切っていました。掛け声をかけ、歌を歌い、調子をつけて斧を振るっていましたが、どうしたはずみか振り下ろそうとした斧がすっぽ抜けて飛んでいってしまいました。しまった。ああ、何も池の中へ落ちていかなくても良さそうなものを。参ったな。池は深すぎて潜れないし、かといって斧がなくては仕事にならないし、ああ、どうしよう。貧乏な私には一丁しかない大切な斧だというのに。困ったな。キコリは深いため息をつきながら、水の上をぼんやり眺めていました。すると、キコリの目の前で不思議なことが起こりました。澄み切った池の中から美しい水の精が現れたのです。何も悲しむことはありません。私が斧を探してきてあげました。さあ受け取りなさい。この金の斧があなたの斧ですね。え、金の斧。おお、これはなんと素晴らしい輝きでしょう。でもこれは私の斧ではありません。水の精はちょっと首をかしげて水の底へ沈んでいきました。せっかく親切に探してくれたのに、違うと言ったから怒ってしまったのだろうか。でもあれは私のものじゃなかったんだから。キコリさん、あなたの斧はこれですね。そうでしょう。今度は銀の斧。いいえ、私のじゃありません。私のはただの鉄です。鉄の斧です。水の精はまた水の底へ沈みましたが、やがてまた現れて、今度こそ鉄の斧を持ってきました。ああ、それそれ、鉄の斧。確かにそれが私の斧です、はあ、ありがとうございました。ちょっとお待ちなさい。あなたは大変正直な方です。感心しました。ご褒美に金の斧と銀の斧も差し上げます。持っていきなさい。はい。水の精はキコリに3つの斧を手渡して池の底へ消えていきました。諦めていた斧が帰ってきて、キコリは大喜び。しかもその上に金銀の斧までもらって、それはそれは幸せでした。この噂を耳にしたキコリ仲間の一人が、よし、俺も一丁金の斧を手に入れてやるぞと、早速池のそばへやってきました。そしてろくすっぽ木も切らないうちに、わざと斧を池へ投げ入れました。早く出てこい。早く早く。もう遅いな。イライラ、イライライラ。おお、来た来た、待ってました。これはあなたの斧ですか。それその金の斧が私の斧でしてすいませんね。どうも、早くください。あ、ちょっと待って待ってくれ。沈むんなら金の斧置いてってくれ。おーい。あ、そうか、銀の斧を取りに行ったんだな。そのうち現れるだろういいえ、水の精は
二度と現れませんでした。欲の深いキコリは金の斧をもらい損ねたばかりか、大事な自分の斧までなくしたことにやっと気がつきましたが、もう後の祭りでした。